にちは。こんにちは。リグリグリグです。三重のお家でございます。イエーイの階段です。なんで階段があるかというと、もうここを上がったらリカとリコの部屋なんですよ、うん、でもうね、上京して半年くらい経とうとしてるんですけど、その間にリカとリコの部屋はどう変わったのかをちょっと見ていきたいと思います。はい、じゃあルームツアーです。うん、では早速レッツゴー。はい、というわけで今階段なんですけど、まずこちらで見えますのが初の写真展をした時のパネルです。ここに置いてあるっていう。そう、めっちゃでかい。はい、というわけでいきましょう。ママが片付けにやってきました。こんな感じです。まず入ってすぐにリカとリコの布団があります。前のルームツアーの時はこの上に昭和っぽい毛布が敷かれとったけど今回はなかったですね、うん、で相変わらずこっちがリコでこっちがリカのベッドになってます。じゃあその次にこちらをね紹介していきます。ドア入って左手かな。はい、こんな感じ。ここにリモコンがあるけど、うん、こんな感じでファンの子にいただいたぬいぐるみとかをこういろいろね置いてます。あとちょっとゴキブリが紛れ込んでたりとか、あとこれはリカリコ散歩の時に書いてもらった、あ、2018年6月だって、おだいぶ前ですね、の絵とかおかげ横丁で書いてもらったな、うん、とか LINE さんにいただいたぬいぐるみだったりとか、多分ここは変わってないと思う。いろんなトロフィーとかが並んでます。で、勉強机が置いてあったんやけど帰ってきたら壊されてました。もう使うことないしな。そう、全部、ま、勉強机って言っても理科だって勉強せずにコスメとか入れとったから、そう、そのコスメとかも全部東京持ってったからさ、うん、置いとる意味ないっていうことで壊されて、うん、なしになってました。で、そこが何になったかっていうと、洗濯置き場ですね。リカとリコが今洗濯してもらったやつとかが洗濯物干しになってました。ここのぬいぐるみたちの下はLINE ライブとかしてた場所なんですけど、それも本当はこっちのベッドの画角やったんやけど、うん、こっちのぬいぐるみの下に変わってました。それでこの棚とかも、うん、本当は向こうにあってあったんやけど、こっちに移動して、そうで、まあこのカバンとかもね、まあ、どこにあったっけ忘れたわ。いや、机があったからその隣に置いてあったんや。あ、そっか。そしてここは鏡取り付けちゃってたからまだ外してないんでしょうね。あ、ここにはちょっと今汚いんですけど、リカとリコのキャリーが広げてあります。はい、そしてもう一つね、ここに部屋があるのを皆さん覚えてましたか。ここはちょっと見せれないほど汚いんですけど、オープンしますよ。すんの？上だけ映そう。はい、まあ、やばいわ。やばい、下映したらやばい。そこだけ映したら綺麗に見えるよ。うん、ここだけ映したら綺麗に見えるけど、上行くで、上行くで、でれれれれれれれ、こんな感じで服が並んでます。そう、ここはね、リコとリコのクローゼットなんですけど、そう、下が見えないほど服がいっぱい置いてあります。東京の家がね狭いし、服が入りきらないので置いてもらってたりとかしてるから、でもここの服は捨てれなくて、三重に帰ってきた時にこっから着るって感じにしてます。はい、こんな感じでリカとリコの部屋はね紹介したんですけど、まあこんな感じですかね。特に変わってたのはリカとリコの勉強机がなくなった、そしてそこが物欲しいになった。まあでも勉強机がなくなったことが一番衝撃でした。そうやな、なんか明日休みやから片付けるよってもう LINE だけ来て、うん、なくなってました。うん。まあそのね、中に入ってたものとかはちゃんとしまってくれてあるし、うん、あ、プリクラあるんちゃう、見てみる。ちょっとどこに、そこに多分しまってあると思う。マジで見てみよう。はい、じゃじゃん、これリコが小学校の時に使ってた筆箱で、中学校ぐらいからもうこれはねプリクラ入れになったんですけど、まあ、ここに入りきってないんやけど、ここに入ってるやつはもう多分だいぶ昔のプリやと思います。ちょっと出してみる全部。うん、え、やばい、これが全部お金やったらいいのにとか思ってしまうんやけど。え、やばいって。え、えぐえぐ、え、待って、一回並べていこう裏に、うん、やばいやばい、これ全部プリ、やばい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 、やばすぎやばすぎ。じゃあちょっとプリ探してみる、リカとリコの。うん、
あ、これはちょっと見せれそうな、友達が写ってないリカとリコのやつなんですけど、2013年10月6日いやでさ、データがない時じゃないかな、こんなプリないもんな、携帯に、うん、でこれは多分ダンスに通ってた時なので半袖なんですけど、10月やのに I love dance って書いてます。懐かしい、超懐かしいな。あ、もっと昔のもある、これ公開していいかな。あ、これは結構最近の、かも、最近ではないか、2015年、だから知ってる子もいるかもしれない。こんな感じ。じゃあ、え、これ何、あ、これはこれ、これめっちゃ可愛いやん、ちっちゃ。なんで、そう、リカとリコダンス習っててパーマかけてたんですけど、めっちゃチリチリ髪が、え、懐かしいな、めっちゃ懐かしいな。これはみんな公開したことないわ。うん、初めて2011年で、やば、もう服装がダンスの時以外もこんな感じでしたね。な、これもまたまたやばいです。12歳、これもめっちゃ気に入っとったやつじゃん。やばない、これ懐かしい。家族とか書いてる、チリチリや髪の毛。 あ、懐かしい思い出いっぱい、やばいよ。これ一枚一枚数えたらやばいやろな、すごい数ありそう。こんなんでできた。はい、というわけで最後はこんなプリ紹介で終わりますが、どうでしたでしょうか。懐かしのこの家で動画を撮ってみました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。